はいどうも、さっくんです。本日はちょっと部屋でレイアウトを出しておりまして、なぜかと言いましょう、この加藤のユニトラックを今回、導入してみました。でこの目玉がですね、複線曲線線路の414と381の、カントの曲線を今回導入してみました。で一応うちのレイアウトまだトミックスのレールがいっぱい残ってるんで、今回はこのジョイント線路を使って、外周だけ加藤の線路に交換してみました。以前はこのトミックスのレールだけでこの外周もやってたんですけど、長持ちするとかいろいろ聞きまして、でカーブのカントのレールをちょっと入れてみたくて、今回こういう風に試しに導入してみました。でもうここからは走行動画でお送りしたいと思いますので、喋るのは今日はこんだけにしておきます。